キニレッグデニムの紹介です。こちらのウォッシュデニムはスキニレグという、まあ、起点からの新型となっておりまして、まあ、裾幅が約3センチほど細くなっているタイプですね。まあ、裾が細くなっている分、まあ、シルエットも綺麗に見えますし、まあ、ロングアウター、まあ、ボリュームのアウターなど、まあ、ちょっとトップスどうしても冬はボリュームになってしまうんですけど、そういったアイテムに非常に相性が良くて、まあ、かなりシャープに全身が見えるスタイリングを得意とするデニム